山明子の長く聞いてね。はい、8回目です。2ヶ月続きました。素晴らしいです。今日もよろしくお願いします。じゃあ改めて番組紹介しますね。 YouTube で配信するラジオタイプの番組、入山明子の長く聞いてね。メインパーソナリティの歌う看護師、入山明子です。はい、そしてアシスタントの喋る会社員、かけぽんでございます。よろしくお願いいたします。カラオケ大会、あ、はい、ちょっと前だけど、ありがとうございます。あ、私ね、かけぽんさんだということで、みんながこう人がたくさん寄ってたのを私見逃しませんでした。ありがとうございます。初めて多分顔を出させていただいて、はい、そうですね、前説を、前説、うん、みんなで裏でびっくりしたんですよ。はい、30分間全然止まらず喋り続けてくださったじゃないですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あれはね、アイドルさんのイベントとかで、はい、やっぱり同じような形で、さらにそのあこさんのイベントの場合は、ファンの皆様、結構顔見知りというかお知り合いだから、あだれだれさんってなるじゃないですか。はい、アイドルさんのイベント、ものすごい倍率が高くて、当たっても友達と一緒になれるとは限らないから、そうなんです。みんなバラで席も決められて先着順でみたいな感じなんですかね。だから、なんですか、同じ人のファンなんだけど、緊張してみんな喋れない、喋ることはできないということで、じゃあひたすら喋って、その隣の人も後ろの人もみんな同じ人のファンだから、仲間だぜみたいなことを伝える、でも30分しかないんで、その会場から開演までが、ということで、編み出したのが、あ、ずっと喋ってればいいじゃんみたいな、温める、この会場の雰囲気を、さあアーティストさんが出てくるぞっていうところまで持っていってくださる役なんですね。はい、すごい、ありがたかったですね。盛り上がりましたよね。ね、盛り上がり、緊張感の中にもね。そう、スタッフさんはね来てないと思うから、あれなんですね、皆さんね、ガチで歌うがうまいの。うまいですよ ね、 ね、びっくりしちゃった。やっぱり全国から選ばれた方が、舞台に立たれるじゃないですか。もうそこに選ばれるだけでもすごい倍率なんですよね。そうですね。すごかったですよ。僕はちょっと一歩下がって、はい、控え室で聞いてたんで、なので、はい、どなたが何を歌ってるかちょっとわからないんですけど、はい、まあ皆さんが上手くて、上手いですよね。皆さん上手と思って、あんなに上手にね歌われると嬉しいですね。そうですよね。うん、だから僕らが知ってるカラオケ大会って、はい、その歌がうまいうまくないよりもこう歌うことが楽しいぐらいの人が多いんですけど、はい、そうですね、今回はやっぱり全国大会決勝、決勝、そうです、うまい人ばっかりでした ね、 ね、個性的でね、そう、声が違うから、あ、こんなに違うんだって、そうですね、思いながら、男性の方が歌われるとやっぱりちょっと全然感じが違いましたもんね。はい、あれも聞いてて楽しかったというか、あ、一泊二日こういう風に歌うんだ、みたいなのもありましたし、そうですね、すごいいい経験というか楽しく。いや、ありがたかったです。懇親会も。懇親会までね。いただいちゃって。はい、参加いただいて、もう皆さんに混じってくださってね。そうですね、挨拶させていただいたしね。ね、何名かの方とはご一緒に写真も撮らせていただくという。隠し撮りもされてましたよ、本当ですか。はい。僕を撮っても、ただの会社員ですからね、言うたら。ね、いやいや、ね、もうそれがね、もうかけぽんさんじゃないですか。これ面白いのが、みんなそれぞれに言いたい名前で呼んでらしたんですよ。そうですね。だから私ももうあえて否定せずに、はい、って聞いて。いろいろありましたね、なんか。メールとかでもいただいてるんですけど。ね、うん。タケポンとか。タケポンがあったりね。ポケモンさん。ポケモンさんがあった。ポケモン、ピカチュウみたいな。ね、何でもいいですよ。何でもいいです、ね。楽しんでいただければそれで正解ですよね。ね。うん、まあ、本当でも、皆さん嬉しそうだったんで、確かにこの、大会の時はちょっと緊張感で、一人ずつね、舞台で歌うっていうのがあったから、それが終わった後は懇親会はやっぱりこう、そうですね。和やかにね。皆さんなってくださって、もうだから
喫煙スペースに行って、はい、いろんないつもメールをくださってる方とか、はい、そういう方々とのお話もできたので、できました、よかったです。とてもあとあれでしたね、あの YouTube の見方がわからないという方に、うん、アコさんが設定を全部してあげて、うん、あの番組じゃないやチャンネル登録までして、うん、そうですね、あげてましたので多分聞けてるかな、はい、そろそろ聞けてるかな、どうかな、ね、YouTube 立ち上げたら絶対出るようにしてくれてたんで ね、 面白かったです、うん、またねああいう機会があったらお邪魔したいですね、はい、あまたぜひ、うん、イベントね今年はね15周年ということもあって、はいはいはい、とにかく皆さんと一緒に楽しいことをしたいっていう、うん、今から仕掛けますから、ぜひぜひ。楽しみですね。今度はね、ちょっとスタッフさんも一緒に行って、スタッフさんもね、場の空気というか、ね、こいつたちが聞いてくれてんだっていうのはちょっとね、やっぱりお会いすると嬉しく、聞きましたもん、うん、聞いたことある方って言ったら、ね、結構皆さん手を挙げてくれてて、嬉しいですね。嬉しいです。頑張りたいですね。はい。なのでね、良き。ちょうど僕、うん、あのイベントが終わると長期休暇だったん で、はい、ちょっと言いたいことあるんじゃないですか、うん、体に変調ないですか、体に変調ですね。あの先に言っておきます、実はです ね、うん、4日ほど前に、うん、これ僕覚えてないんですけど、覚えてないっていうのが危ない、覚えてないんですが階段から派手に転げ落ちてるらしいんですよ、はい、うん、そうですよ、あのすごい仲のいい人たち、はい、でも久しぶりの方々と飲んでおりまして、はい、あのすごい強いお酒をですねみんなで飲んでいたところまでは覚えてるんですけど、はい、そっから先、うん、住宅地を家に向かって歩いてるっていうところまで記憶がないんですね、うん、危ないですよ、ただ体が痛くて、うん、でまあなんとかはい、迷いながら家に帰って、翌日大丈夫でしたかっていうこう LINE が来るんです。はい、え何がっていう、うん、すいません記憶があまりなくてって言ったらあのはいなんていうんですか、その記憶が飛んでるであろう頃に階段から結構派手に落ちてて、はい、頭は打ってないのは見てて分かってるんですけど、はい、脇腹とかを派手に打ってましたけどって言われて。はい。今ね。痛いんですよ、ね。痛いんです、めちゃくちゃ。だからいけないんですよ。これはやっぱりちょっと、検査をして、何らかのこうね。そうですね、うん。なぜ痛いのかがわからないと、うん、看護師としては嫌ですね。そうですよ。僕もあの、本当はすぐ病院に行けばよかったんですけど、確定申告の、期限が、はい、締め切りが15日。はい。はい。その転んだのが、13日だったかな。うん。だから、ね、で次の日は、はい、あいたたたたで1日終わっちゃったんですよ。そっか。で、次の日、その15日は、はい、もう途中まで計算してあるんですけど、うん、印刷する前のものをやっぱり印刷して、うん、はい、税務署まで行って、はい、提出して、一息ついたら、もう体中がやっぱ痛いので、うん、そのまま帰って、うん、そのまま寝てましたね。そっか。ねえ。そうなんですね。ないですからね。なので、まぁ、ちょっと行ってみて、はい、結構痛いので、まあ、日々の一つぐらいは入ってる可能性は。うん、かもしれませんね。はい、さっきまでもう、だからあの、打ち合わせしてる間のテンション多分僕今日すごい低かったんで。低いですね。今よくね、普通に喋ってくださってます。いやいやいや。それはね、大丈夫です。あの、長いこと、この体勢でいるので。動く始めとかね。そうです。あのこう大きく息を吸ったりしたら痛いんじゃないですかね。さっきくしゃみが出そうになった時は本当に。くしゃみは痛いです ね、 ね。皆さん本当にだからなんだろう飲むのも気をつけてほしいんですけど。本当ですよ。これはそうです。久しぶりです。10年ぶりぐらいじゃないですか記憶が飛ぶって。いけないですね。うん。ね、だ強いお酒はほどほどに。ほどほどにしてください。あのそういう注意か。ストレート系の酒をこうカパカパ。やってたんで、うん、やっぱ足元もふらついたんじゃないんですか。ね、ね、可能性はあります。うん、でも一軒目から二軒目まではちゃんと行けてるんですよ。行けてるんですね。二軒目で、うん、うん、行けなかったんですね。気をつけたいと思います。ね、気をつけてください。もう大事ですから。はい。はい。ではそんな、はい、そんなところでコーナー終わっちゃうんですけど。はい、終わっちゃいますね。あこさん曲を。一曲お願いします。はい、もうあの、かけぽんと皆さんに向けてこの曲をお届けしますよ。
大事な人だからお聞きください。草に疲れて遊びにも飽きたのね。私の隣で眠る人、寝顔を見ているとなぜか憎めないのよ。私を忘れていないのなら、星のお願いを許してあげる。少しくらいならよそ見してもいいの。私の大事な人だから。あこの一週間、はい。ってことで、まず最初のコーナー、アコの一週間ですが。はい。どうですか、アコさんの一週間、何か。アコの一週間も、ラジオ。はい。それから、今回はですね、いつもゲストに業界の方を招いたりして、うん、ラジオでおしゃべりしてたんですけれども、ちょっと医療関係の方々とどうですかっていう話が来て、はいはいはい。それは嬉しいですっていうことで、で私も元外来の市長として、はい、で、お招きしたのが在宅医療、はい、32歳でも思い立って開業されて、今、クリニックとか、もちろん院長先生ですし、うん、会の理事長さんとしても今、すごいですね。はい、すごい、もうね、本当に情熱を持った先生とお話ができて、はい、鬼沢先生っていうんですけど、私、はい、初対面だったんですけど、もう、こう、化学反応で、はい、これは世のため、人のため、何かしたいなっていう話でまとまったんですね。在宅医療ということは、はい、仮にですけど、ええ、階段とかで転がったやつが、そうです、家でうおーってなってると、うん、そういうところに来てくれたりするんですか？そうなんですよ。なるほど。そう。まあね。ね。僕は歩けるから別にいいです。僕は大丈夫ですけど、でも仮にね、お家で。本当そうなんです、うん。今ね、お一人暮らしとか、うんで、需要が高まってきてるらしいんですね。うん、だからね、そういった方を、で、狭山市という、私が住んでるその狭山市を、まずは、こう、充実させたいということでね、うん、言われてましたけれども、非常にいいことだなと思って。そうですよね。大学病院で、その方も、ずっとこのね、もうエリートのレールを乗られているところを、やっぱりおじいちゃんが、カバンを持って、自転車に乗って、うん、どこかのお家に行ってされてたと、診療を、はい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 、でその姿に自分もなりたいとおっしゃって、うん、ドクターコトーの世界ですね。そういう感じですよね。確かに、全員が全員その病院に行けるかって言われると、うん、そうですね。それで病院でなくってお看取りっていうんですけど、うん、まあ、ご希望を聞くと、うん、最後まで自宅にいたいっていう方も多くなってるそうなんです、うん、とするとね、ご家族の負担とかいろんなことも考えて、うん、そういうのをいろいろコーディネートしたり、私も看護の方でもそういうことなさってる方をゲストに呼んだりしたんですけど、うん、まあ、ちょっとね、今週はそういう医療関係の方と の, コラボレーションとかお話をしたりしたので、8割ぐらいなんか、あ、看護師戻んなくちゃみたいな。すごいですね。勝手にね、なんか、意識が勉強して。あ、うん、あれ、変な話。はい。元看護師さんですってなってますけど、看護師資格は持ってますもんね。持ってるので、ずっと永遠、今も看護師なんですよ。だから、あえて歌う看護師と言ってるんですけども、はい。そうですよね。まあ、勤務してる看護師さんを、看護師って皆さん思ってらっしゃるから。うん、うん、でも、社会に出た看護師だから、社会の
ね、皆さんの担当みたいな。すごいです。そうですよね。感覚ですよね。確かにそうだ。うん。もう一生の資格ですからね。資格ですからね。うん、悪いことさえしなければ、剥奪されないので、うん、今のところ大丈夫ですよ。そうですよね。悪女という歌は出してますけれども。そのくらいは大丈夫と言ってもらっても、誰も言わないですけど。そうなんですよ、ね。ならば。あ、今日秘密兵器がなんかすごい勢いで。秘密兵器、この間私、はい、自分でね、これを開けるところから組み立ててみようと。はい、見ました、見ました。でも、あれ、実は完結してなかったんですよね。そうですね。自分でできたつもりだったんですけど、そうなんです。これ、すごいんですよ、今、このスマホジンバル。そうです。この前の。ジェスチャーの。そう。うん、あの、自動で追っかけるモードにこの前はなってなかった。なってなかった。自分が、こう、このボタンで動かして、それで喜んでたんですけど、はい、できたとか言って、今回はずっとアコさんを追っかけてますもんね。もうね、顔を認識して、私が顔を横動かしたら一緒に横向いたり、あの真ん中にちゃんとね、顔が来るように動いてくれるんですよね。これを今なんかちょっと危なくスタッフさんの顔が入ってる。スタッフさんの顔が入っちゃうかもしれない。はい、多分、いずれ、この機能を使ってアコさんが何かしらかの動画を。はい、しますね。これは、別に部屋には男性はいませんから。もうこれはね、もう機械が私を追っかけてくれてます。これすごいですよね。ね。もうなんか一番の仲良しになりそうな。ね。やめてよとか言ってたとしても、それはあの演技ですから。怖いですよね。話しかけるかもしれない。そう。そんな感じのものが。うんね、この一週間でそういうのもね、配信されましたし。はい。まあ僕はあの階段から転げ落ちた後に、確定申告をした一週間でしたっていう。はい本当ですね。です私、地元の、実はあの、3年前、コロナ前に行ったお店さんから、もう一回どうしても来てほしいって言っていただいて、はい、で行ったんですよ。そしたらやっぱりね、賑やかで、なんかにぎにぎしい感じが、少しずつ戻りつつあるなっていうのを実感しながら、そうですね。歌ってきましたね。そっか、それでお店で歌うときもやっぱりそういう感覚あったりしますもんね。うん、そう。僕もね、ライブとかにご招待いただく回数が増えたのと、はい行ってみたら、マスク越しですけど、声出しが OK だったりとか、はいそうですね、やっぱりアイドルさんとかのライブだと、うんはい、なんですかあれ、掛け声とか、掛け声がね、あれがあって、うん成り立つんですよ。だから今まで、ちょっと足らなかったことが、帰ってきたのを、目の当たりにして、あ、よかったねっていう。良かったですね。うん、まあ、演歌とかは、そんなに掛け声というよりはね、うん、なんかまあ拍手とか。そうですね。うん、でもやっぱり声援っていうのは。うん、あると嬉しいですよね。うん、だから、徐々に、うん、なんかいい、音楽としてはいい方向に皆さん行ってますよね。うん、このままね、大きくこの社会が変わりなく、つつがなく行ってほしいですね。そうですね。そうすると、うんライブに行くお客さんたちもね。そうです、そうです。楽しいと気持ちをこう投げかけられるから。うん。すごいいいと思います。やっぱりね、歌がある生活。うん。そこに知らず知らずに元気をもらえる時ってあるんで。うん。私なんかはもうすごくそれでもう良かったなと思うんで、歌に触れてって。はい。音楽業界元気になっていただきたいですよね。うん、ね全体。的にそうですね。もう、僕も、うん、スタッフさんも一応、音楽業界の端っこの方で仕事をしてるので、うん、ね、そろそろ戻って、なんか僕らも仕事したって気になると、いいですね。うん、いいですね。いろんな、他の業界の人たちから心配、すごいされてて。本当ですよ。今後どうなるかって言われ続けてきたじゃないですか。そうなんですよ。ね、でもまあ、やっと、その辺がね、うん。だからこのまま順調に行きたいですね。行きたいところです。うん、だそんなことを考える一週間ですね。一週間でした。マスクも、はい、ね、外そうみたいな。そう、今外してね、はい、もう自己判断に任せるという感じになりましたから。はい、そうだ、私日光にも行ってきたから、はい、日光でもやっぱり掛け声がね、もうありましたね。うん、今後のライブとかは、アコさんのイベントも声出しは OK になるんですか？そうですね。そうですね。なると思いますね。じゃあ、これからライブだったりイベントに行かれる方は声が出せるようになるみたいなので。うん、
しましょう。この3年分ぐらい。はい、そうです。ただ、基本はやっぱり、具合が悪い時は出かけない。うん。やっぱりそれはもう皆さんに移す可能性が高いっていう、ね。そうですね。うん。今日も具合の悪い方一人お帰りになったんですけど、ね。あ、そうなんですね。はい。まあ本当、そこも自己判断に含まれますもんね。そうなんです。無理はしない。無理はしない。で、元気な時にまた元気にみんなと。いいですね。元気キャッチボールをして。本当です。はい。はい、うん。なので、無理をしない程度に、そうですね。楽しんでください。楽しんでください。僕は多少無理をして今日は会社に行ってきましたけど、はい。無理をしない程度に頑張りましょう。そうですね。はい。それでは、そろそろここで一曲いただいてもよろしいでしょうか。はい。それでは、入山明子が作詞をした曲なんですが、タイトルは秋と言うんですけれども、実は春、夏、秋、冬の全部、いつでも聴ける一曲ということで、うん、秋はあなたと共にという曲をお聴きください。桜は咲いていますか？夏のそよ風は心地よいですか？冬の厳しさに心凍えていませんか？もしも季節に取り残されても泣かないで一人ぼっちで明日は笑顔になれるよ。あなたと共に歩いてゆく。離れていてもどこにいても みんなのおすすめ教えてください。はい、このコーナーはリスナーの皆さんの日々生活していく中でおすすめを教えていただき、ものによっては取り寄せたり購入したり、ネットで検索してその素晴らしさを他のリスナーさんにもお伝えするコーナーでございます。はい。で、メールがおすすめという感じではないけれど、はい、うん、メールが来てると。メール来たのでちょっと聞いてもらえますか、竹ポンさん、皆さん。はい。鋼のタカちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。アコさん、竹ポンさん、皆さんこんにちは。WBC の侍ジャパン、素晴らしいプレーの連続で最高に歓喜している毎日です。この喜び、みんなで共有できること、倍増する喜び、素晴らしいですよね。同じく、アコさんをみんなで応援する喜びを共有する素晴らしさも感じている私です。ライブ、コンサートを生で聞くと感動しまくりです。テレビ、ラジオ、そして YouTube の長聞くは、お二人の自然体、全体の雰囲気が耳に心地よく、毎日毎週の原動力になっています。そこで、新コーナーの提案があります。お、お、来ました。いいですね。はい。リスナーの皆様からの動画を募集して紹介するのはいかがでしょうか。例えば、入山さんの曲を歌っている、踊っている動画、自分の趣味を撮影している動画、応援メッセージ動画、料理が得意な方は料理をしているところの動画などなど。そしてもう一つ、朗読はどうでしょう。アコさんの声でアコさんの曲の朗読、もしくは短編小説などなど。それから
全国の皆さんの住んでいらっしゃるところの観光地の紹介、何でも OK なので皆様からの動画を募集してはいかがでしょうかという。いいですね。ちょうど、はい、あの近藤ディレクターさんからも、はい、あの長木くんは、うん、その二人が映っている、はい、要はこう、うん、配信している様も、はい、やったらいいんじゃないっていうのは言われていて、ただその時僕が顔を出していない、ただのサラリーマンだから顔出さないよって言ってたんですけど、うん、はい、まあもうこの前前説もさせていただいているので、はい、そこのあれは取っ払えるので、そうですね、うん、ただまあなんだろう、運転されてる方とかが長く聞いてる中で、映像に目がいっちゃって、あこさん可愛いってなって、ガーって見て、危ないのは怖いよねとか言ってたんですけど、うん、まあ絵がついてても聞けるものですしね。そうですね。うん、基本も喋りの方メインで、はい、っていう感じですからね。スタッフさんにはなんかこう、はい、黒ずきんでも被せとけば。黒ずきん似合いそうっていうのは、ね、ありますから、はい、で、まあそれはそれで置いといて、映像をいただいて、うん、いつもボーナストラックでアコさんがなんかつけてくれるじゃないですか。なんかね、ちょっとずつつけてみるんですけど、はい、あれね、皆さんのからがあったら、うん、皆さんからの動画、くっつけられますか？コーナーですみたいなの、ちょっとずつこのつなげばいいだけなので、ね、なので、うん、動画を撮って送れる方は試しに送っていただいて、そう、それがね、結構送ってくださるのが、はい、動画大賞ってやったじゃないですか。はい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 。あれ、ブラジルとか、全国から、みんな、私のところに送ってくださるんですよ。で、全部私が編集させてもらって、だったから、ぜひ皆さん、送れる方は、うん、あの、そうですね、このね、おすすめとか、あの、観光地とか、美味しいご飯とか、うん、ね、その、地方というか、その、皆さんのお住みの、美味しいものってあるじゃないですか。うん、それが見たいですね。というのもいいですね。はい。僕はいつもなんか、ね、飲み屋でしか飲んでないので、なんかこう、ね、東京住まいだとあんまり、はい、もんじゃぐらいしかないんで、僕の中でイメージが。なるほど。他にもあるんだと思うんですけど、うん、そういう美味しいものとかを、うん、うん、見たいです。紹介してもらったらね。うん、アコさんはね、いろんなとこに、こう、わーっと行かれることが多いから、ね、あれですけど、うん、多分、聞いてるリスナーの方もね、はい。あ、ここ今度行きたいとか、なると思うので、うんね、試しにじゃあ動画を長聞くよみたいな感じのタイトルにして、そうですね。で、まあちょっと短めにこうちょっと、うんうん、編集してもらうといいですね。そうですね。まあ30秒から1分ぐらい、30秒ぐらいがいいのかな。まあ、そうですね。30秒だといいですけど、はい、30秒でその魅力を語る、そうです。センスが必要になりますけれども、そうですね。ぜひそういう、はい。コーナーも、うん、ね、でいろんな人が送ってくれるようであれば、もうそうですね、定番としていけると思いますので、はい、ね、うん、いいね、ご提案いただいてありがとうございます。羽の高ちゃん、いつもありがとうございます。本当です。はい、美味しいご飯とか、うん、なんだろう、自慢のペットとかでもいいです。はい、いいですよ。はい、あ、それはね、可愛い。今私は自分のつれづれ日記の方は皆さんからお花の写真をずっといただいて、はい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 、それを載っけてるんですね。うん、なんで、こっちはね、そうです、あのペットも OK ですよ。まあ、ただね、うちにね、世界で一番可愛い猫がいるんでね、これは、出ました。出ましたよ。どうなるかちょっとわからないんですけれども。はい。はい。比べちゃうとね、そう。みんな自分が一番ですからね。そう。もう、どこのうちの猫も世界で一番可愛いんですけど、うん、僕の中では僕んちの猫が一番可愛い。いや、なんかスタッフさんうなずいてますけど、あんまり納得されてないですよ。スタッフさんちは、あの、別で猫が2匹いるんです。ね、うん、だって。やっぱり可愛いですよね。そうなんです。可愛いんです、うん。爪を切ろうとすると、うん、シャーって言われますけど、この前も言われました。言われました。シャー。嫌なんですよ、ね。嫌なんですよね。嫌、うん、なんですよ。まあでも、そんな怒ってるのも可愛いから、うん、皆さんちょっと動画を送ってみてね、ね、いただきたい。あとほら、あの、今桜のシーズンもなるから、そうですよ、綺麗な桜の、はい。写真もいいですけど、まあ、動画でね、わーっと見せていただくのもいいと思うので。いいですね。動画の、を募集するコーナー、なんかタイトルは考えとくんで、あの、お願いします。本当ですよね。うわ、楽しみだ。楽しみですね。はい。なので。うん。まあ、今後ね、いろんなコーナーが
多分生まれては消え、生まれては消えすると思うんですけど。生まれては消えですよ。なんかちょっと一つ、はい、これどこで紹介したらいいのかなと思いながら、はい、こういうのもいいですよなんて言ったら、一泊二日の思い出というのが来たんですよね。いいですね。ちょっと読んでいいですか。はい、お願いします。はい。山口県の方なんです。長州の風さんからです。一泊二日の思い出です。岩国のカラオケ屋さんに行った帰りに、松尾峠のワンディングロードを一泊二日を聞きながら帰りました。いいですね。錦帯橋の桜は少し早い。峠の河津桜が綺麗でした。という。ああ。なんかね、山口県の錦帯橋って、はい、ご存知ですか？この木でできたこの5つの、岩国っていうところにあるんですよね、はい。教科書に載ってた気がするんですよ。そういう感じです。はい、これがね、あの桜と一緒の風景で合わさるとすごい素敵で、私そこで撮影をちょっとしたんですけど、はい、もうずっと離れたくなくて、桜とどんな角度で撮れば一番綺麗に撮れるんだろうって、もう急激にカメラ小僧になったみたいに、すごく撮ったんですよね。はい、いいですね。うん。一泊二日の思い出。ねえ。これは曲でもいいですし、はい。あの、ご自分のね。ご自身の一泊二日ってあるじゃないですか。うん、ありますよね。まあちょっと下世話ですけど。下世話ですか。はい。そういうのもいいですよ。いいですよ。なんかね、ありし日の思い出とか。そうですね。こういうことがありました。私、この間そういえば一泊二日の思い出ありました。本当ですか？そう。一泊二日の夜入って、11時ぐらいに入りますって言って、はい、その日光に行くのに一泊二日自分でしたんですけど、はい、なぜか、インターネットで撮ったら、6月に撮ってたみたいで。もうね、もうその旅館の方びっくり。なんでこんな時に人が来るんだろうと思って。いや、私、もう予約してるつもりだから、はい、予約してる入山明子ですって言ったら、ニコッとしたら、え？って言われて。たった一部屋空いてたので止めていただけて。泊まりはできたんですね。泊まりができました。よかったですよね。最後の運を使った感じですけど。ああ、そっか。日付はね、気をつけてください。気をつけ、なぜ6月なのかね、うん、意味がわかりませんけど。僕も結構、間違えることが。あります？スタッフさんが。そうそうそう、教科書に載ってたやつ。そうなんですよ。すごい。あ、スタッフさんはね、こうやってすぐにね、はい、検索して出してくれる。出してくださるんですよ。絶対喋られないんですけど。何も言わずに、なんか、これこれっていう、ね、優しい、ありがとうございます。優しい感じです。はあ、でも、うん、僕はね、はい、あんまり旅行とかに行かないで生きてきたんですよ。そっか。家が一番いいと思っちゃってるタイプなんで。うん、あとまあ、うん、猫がいるんで、一泊二日、ね、まあ頑張っても二泊三日ですけど、うん、そうですね。となると、なかなか遠くに行けなくて、うん、関東圏内で終わっちゃう。うん、この前僕も千葉の方で。でも千葉のすごくいい、はい、なんか、露天風呂？あれは部屋に、部屋風呂があったんですか？部屋風呂。家族風呂？お部屋の中に室内風呂が一つあります。はい。ガラガラってベランダへ出ると、うん、そこにも。露天みたいな感じでありましたよね。はい、ちっちゃい一人か二人で入る風呂があります、はい。海が見えます。うん。で、さらに大浴場があります。はい。でその上になんか屋上露天がありますみたいなとこに、一泊二日で、うん。じゃあいいじゃないですか、はい。その時はもう痛くない時でした、ね。痛くないです。その後ですね。よかったですね。その前でなくってすごいラッキーでしたね。もう長期休暇の最後の方に、うん、怪我をしたもんですから。うん、まあ、不幸中の幸いといってはね、お気の毒ですけれども。はい、そうなんです、ね。なので皆さん、旅行で行った時の動画とかもいいですよね。はい、いいですね、うん。いいですよ。こう、一泊二日の人が映っちゃうと、この人は誰とかなっちゃう場合は風景で。そうですね、うん。風景。それをなんかちょっと工夫して動画撮影してみてもらうと面白い、ね。そうですよね。ね、うん、だってたくさん来たら全員採用できないかもしれないじゃないですか。確かに。そうするとやっぱり工夫して面白い、うん、皆さんに見てもらいたいものを、そうですね、もしかしたら選ばなくちゃいけなくなるかもしれないんで、うん、ぜひ、そうですよね。なんか面白い、楽しい。動画をいただいて、なんかこうコメントに、妻には内緒ですとか書いてる、あ、了解しました、みたいな。それを YouTube で言っちゃう。そうそう。でも誰かわかりません。わかりませんからね。
楽しみにしております。はい。ということで、またここで一曲いただけますでしょうか。はい。はい、それではですね、笑顔の花が咲くように、これは、浅沼まさしさんからリクエストをいただきました。ちょっとメッセージあるんでメッセージだけ読ませてください。あきこさん、かけぽんさん、皆さんこんにちは。ソメイヨシノ、桜も開花となり、もう少しで満開。なんとなく気持ちもウキウキで、今年はお花見も楽しめそうな雰囲気ですね。桜と同じように皆さんの笑顔の花が咲くといいですね。ということで、笑顔の花が咲くように。あ、以前番組にお便りリクエストせっかく採用していただいたのに、名前を記載するの忘れてました。ということで、わかりました。今日もおかけします。笑顔の花が咲くように。はい、このコーナーはですね、リスナーの皆様の日々のお悩みを相談受けるコーナーです。健康問題や人間関係などなど皆様のお悩みを募集して毎回解決に向けて善処するコーナーでございます。はい。なんと久しぶりにメールが来ている。はい、参りました。じゃあお願いできますか。はい、読ませていただきますね。新潟のさくらさんです。こんにちは。今日も聞いていますよ。嬉しいです。ありがとうございます。1時間放送なんですが、あきこさんとポケ、ちょっと待ってください。ん？さくらさん、ポケモンさんになってますけど。いいか。いいです。かけぽんさんですけど。ピカチュウでも何でもいいですよね。かわいいですか、ね、かわいいですか。ポケモンさんのトーク聞いてると、話題に詰まることなく自然体の会話であっという間の1時間ですね。この間、東京でのカラオケ大会に参加させてもらって、初、ポケモンさんを生で見ることができました。この方なんだ、と、今日はあまり悩み相談が来ていないようなので、一つお悩みを相談したいと思います。はい、生きている上で、どうしても苦手な人がいますよね。その方とはなるべく会わないようにはしているのですが、そういう時の心の持ち方とか、態度はどうしたらいいものなのか、話お聞かせください。一応は会った時の挨拶はさりげなくはしているのですが、自分でも不自然な挨拶だと思ってますし、相手も気持ちの入った挨拶ではなさそうです。どうかご教授いただけたらとコメントいたしました。さくらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これは、うん、自分で苦手だなって思ってたとするじゃないですか。はい。大体相手にバレるじゃないですか。そうですよね。あ、あの人、自分のこと苦手なんだろうなと思ったら、僕は笑顔で近づいてって挨拶をします。あ、同じです。うん、私も、そういう時こそ自分から先に挨拶をさせてもらうようにはします、ね。先にしちゃったら、うん、もう、あれですよ、適当なのじゃなくてガーって言って、例えばじゃあ、うん、入山さんって言って、僕が苦手だとしますよ、うん、仮に。そしたら、うん、もう笑顔で、うん、お疲れ様ですとか、こんにちはとかって言っちゃって、はい、それで、こっちの義務は果たしてるんですよ、そこで。そっか。
人間関係としてはね。先にね。うん。うん。で、向こうが、挨拶返してこなかったり、うん、適当な挨拶だったら、うん、第三者が見たときに、うん、あ、あの人は、いい人だけど、うん、この人は挨拶もしてくれない人なんだ、みたいになるんで、うん、あの、笑顔で、僕は、うん、もし、本当に腹が立つ人だったら、はい、頭の中ではいつか泣かすって思って、そっか。いつか泣かすと思ってても、笑顔で。笑顔でね、うん。やっぱり挨拶はね。そうですね。うん。挨拶ができないと、うん、その人の、なんて、格が下がるじゃないけど、はい、挨拶できない人って自分で考えても、はい、あんまりいい人じゃなく思えちゃうから。うん、そうですね。うん、いや、だから、ね、こう、売られた喧嘩とかも、うん、買わないんです、私。できるだけ。もうね、同じこの土俵に上がってしまうと、うん、それはね、自分も同じになってしまうので、うん、まあできるだけ本当に元気と笑顔っていうのだけで私も行こうと思って。うんね、はい。まあ、僕とスタッフさんは、はい、血の気の多い方なんですよ。あ、そうなんですか。どちらかといえば、あの、本当に。ただ一瞬、売られた時に買いかけるんですけど。買いかける。うん。うんでもなー、みたいな。うん。そうですね。どうもすいませんとかって普通に言っちゃうとか、うん、その場は、まあ、ファーッと、うん。分かれて、でもその後ちゃんと挨拶もするし、はい、あの、仕事相手だったとしても、はい、あの、電話出ないとかはしないし、ちゃんと出て、普通に話して。うんうん、ああ、それが一番いいと思います。はい、で、切った後に吠えるみたいな。うん、うわー、みたいな。いや、なんかこう気持ちってね、見られる時あるじゃないですか、はい、その言葉一つとか表情とか、うん、例えばあの気持ちよく挨拶しても、うん、なんとなくあれ聞こえてるはずなのにっていう時ってあるんですけど、うん、まあそれはそれとしてもあんまり長引かせないで、うん、ね、そうです。なるべく心を取られないようにする方が一番過ごしやすいかなとは思いますね。うん、相手も、うん、そんなんかお互いちょっと苦手っぽいのに、うん、一方的に笑顔で挨拶され続けたら、うん、それはもう返すしかないと思うんですよ。そうですね、うん。まあその挨拶が基本できれば、うん、もう その距離感っていろいろあるんで、うん、その距離感の人でいいんですよね。うん、置いておけば、多分。挨拶した後はもう気にしないとか。うん。はい。挨拶しました。じゃあ、みたいな。そっか。いや、そういうだけの関係の方も多いですよね。はい、実際こうやってる中で。まあどうしても、 もう一緒に何かしなくちゃいけない、うん、うん、プロジェクトの一員同士で会わないってなると結構しんどいことも多いかもしれませんけど、うん、それも仕事は仕事と割り切るしかないですもんね。ね、仕事じゃなきゃ飲みにも行かなきゃいいだけの話ですし。うん、そうですね。うん、あと、嫌味とかは絶対言っちゃいけないと思ってて、僕。本当ですね。嫌味をね、言う人、本当、いいことないです。いいことないんですよ。ね。あの、言ってる人は相手をこう、下にして、うん、満足してるように見えるんですけど、うん、別にその人の何かが上がってるわけじゃないから、本当そうですね。本当嫌味を言うのは、あの、はい、自分にも返ってくるし、返ってきます。もしあの、リスナーさんで、うん、嫌だなと思う人に嫌味を、いう人とかがいたら、うん、もうまだ間に合いますから。今からでもやめましょう。そう、うん。私ね、それはね、自分じゃなくって関係、自分は関係ないところでも、はい、この二人の関係の中で誰かが誰かを、うん、今、そのマウントを取るとかいうね、うん、言葉がよく、そういうのを見るのは、うん、あんまりいい気持ちしないんですよ。そうですよね。うん。そうなんです。ね。なんか優しさとか温かさで、うん、こう包まれた空間に いたい方なんで。そうなんですよ。そうなんですよ。だからその嫌味を言ったり、うん、そのマウントを取るっていうその ね私の方がすごいでしょみたいなことを平気で言う人いるんですけど、うん、まあたまにいらっしゃいますよ ね、だって私の方がすごいでしょってこう嫌味で言ったら、うん、妬まれたりっていうのが出てきて、うん、はい、絶対足引っ張られるんですから。そうですね、うん、絶対やめといた方がいいですよね。え、妬むのもそうだけど、うん、嫌み、妬み、そねみ、うん、この三つではね、これどれか一個でもやってる人多分、うん、毎日楽しくないと思いますよ。本当ね。そう、楽しくなるのも自分のこの心がけと、うん、そうそう、うん、やっぱり周りはどっからでも誰か見ているので、うん、それは自分もちょっと気をつけなくちゃいけないなとは思いますね。うん、思います本当に、うん。特に大人になるとね、はい、
そういうのが残ってる人って、もういらっしゃるんです、ね。嫌、うん、だなって思いますもんね。本当ですね。うん。だから、うん。ちょっと熱くなっちゃいましたけどね。いや、本当にそれは、うん、うん、笑顔で挨拶して、っていうのがもう一番だから、どうしてもそうなっちゃう。なんか、やめた方がいいですよって言いたくなっちゃうんですけど。なっちゃうんですけどね。うん、そう、でも、ちゃんとね、挨拶もするし、うん、ってなって、なんとなくこう、ちょっと遠慮がちにね、うん、苦手だなっていう気持ちで挨拶しちゃうと、まあ、相手にも伝わるんで、相手も、ね、まあ、苦手だなっていうので、帰ってくるんですよね。今までよりもその人との距離を一歩詰めて、うん、笑顔で挨拶して、そしてまた定位置に戻る。そうそう。それがいいと思います。そっか。さくらさんね。でもね、さくらさんってとっても穏やかな方で、いつもね、笑顔で、私なんかもよく応援くださる方でね。うん、ああ、そう、でも誰でもね、そういう苦手な相手の方っていますから。いますから。うん。あとは全員に好かれるのも無理ですしね。無理ですね。はい、絶対合わない人はいるので。いますね。うん。でも合わないからって攻撃するんじゃなくて、うん。普通に挨拶をして。そうですね。で、終わりに。そう、終わり。気持ちをそこにはもうあんまり取られないで。はい、そうです。うん。嫌なことあるとね、僕なんかも結構引きずるとき引きずっちゃうんですけど、うん、あれ無駄ですもんね。そう。その時間もったいないですもんね。うん、その間に、うん、じゃあ一個前の長聞くを1時間聞くとか。そう。ね。ね、そうそう。ぴったりですから、もう。本当そう思います。うん、怒ってもしゃあないでしょっていう。そう、だから、うん、怒ったりね、あんまりこう気持ちを動揺しないで。うん。うん、か、太るのを覚悟で、なんか美味しいものを食べるとか。そう。また、楽しいこととか、幸せなこととかね、うん、考えながら。そうです。何も面白いことなくても笑ってると、うん、そのうちなんかは、幸せな気持ちって湧いてくるんだそうで。まあ、なんもないところで笑ってると、たまに、あの人は大丈夫どうしたんだろうって、心配されちゃうんでね。うん、そう。あ、私でもね、前のね、涌井田本社長に言われたこと。はい、どこ向いて誰見てもニコニコしてるけど知った人かって知らないんです。バカじゃねえかって言われたけどね。本当ね。うん、だから、でも笑顔でいる方がね、ムスッとしてると話しかけづらいし。まあね、うん、私はね、ちょっとね、やっぱ真剣な顔してると小分けに見られるんで、できるだけ笑顔でいた方がいいかなと思って、ね、怖いって言われるとね。そうですよね。うん、怒ってない。怒ってない。真剣にこう何か考えてると、やっぱ顔が怖いみたいな。うん、マスクして、結構真顔で考え事すると、確かに怖く見えますもんね。怖系ですからね。気をつけていきたいと思います。はい、笑顔でお願いいたします。はい。というところで、はい。曲の方一曲お願いします。はい。新潟さくらさんが大会でも歌ってくださった一曲をお届けしようと思います。一泊二日です。
ということで、あこさん、8回目。はい。2ヶ月。2ヶ月続きましたね。ねえ、でもまだ2ヶ月なんだ。結構、よくお会いして。はい、本当、ちょこちょこね。お話もしてるけど。そうですね。2ヶ月。うん。ここの2ヶ月はゆっくり流れてますね。ゆっくりでしたね。はい。なんか、大人になると、1ヶ月早いじゃないですか。そうですね。それで番組も、1時間喋れるかなっていうのが、1時間になってきましたね。なってきましたね。はい。だから、うん、こう生まれてきた。こう慣れてきた。こう慣れてきたっていうのが、ちゃんとできるようになってきたのか。ねー。ですけれども、でも皆さんのこのご意見とかメッセージとか、そうですね、そういうの膨らみますよね、ちゃんと聞いてくださって、うん、それでメッセージを感想とともにくださったりするから、うん、これはやっぱり貴重ですね。皆さんのこういうメール来るから盛り上がる番組ですよ、うん、ただ一回やってみたいのは、はい、もうメールも曲もなくて、うん、ただひたすら喋って1時間いけるのかと。あ、いけるか。いけそうですけど、ね、だってかけぽんは一人でもずっと1時間喋れるじゃないですか。そうですね。僕ね、若い頃に8時間ネット配信してたことがあって。はい、8時間すごい。8時間何や、なんか爪を切り回すみたいな感じでパチパチ切ってたりとか。うん、もう普通に、うん、だから普通にできる方なんですよ、かけぽん。これって普通にできるって意外と難しくて、なんか構えてね、はい、ほら番組って言うと、うん、構成とか、こう、ね、はいはいはい、とかあるじゃないですか。でも、かけぽんってテンション普通ですもんね。そうですね。可もなく不可もなくで生きているので。可だと思いますよ。適度にバーンって上がるわけでもないんですけれども。そうですよね。はい、でもね、不思議とね、この今、番組で話してると、はい、体中が痛くないんですよね。忘れてました。はい、いや、これはね、多分この体勢がいいんですよね。あ、そうですね。動かないで。で、そんなに大きい声出すわけじゃもう、はい、ないですね。しっかり、すごい深呼吸して喋らないといけないわけでもないから、はい、この体勢は非常に安静の体勢ですよね。よかった。よかったですね。いや、これもできなかったらどうしようっていうのがあって。いや、本当ですよね。だから本当はこの筐体ってすると楽なんですよね。はい、そうなんですね。はい。家で寝返りを打つと、たびに、もう苦痛が、うん。それはね、やっぱりちょっとどっか痛めてらっしゃる。ね、うん。そうなんです。あと左手でドアを開けようとすると痛いとか。ああ、なるほどね。一人でドアの前で、うん、とか言ってましたから。うん、まあ。そうです、そうです。そうだな。この痛いのは多分次回ぐらいまでの、次回の放送ぐらいまでは続きそうですけど。続きそうですね。はい。10回ぐらいになったら多分、改善されてると思いますので。うん、そうですね、そう。だから、くしゃみするときとか、よくね、私最近、あばら、はい、肋骨にひびが入った方とか、折れた方でも、もうそのまま、くっつくまで治すんだって言ってる方が周りにいらしたので、うん、言うんですけど、こう押さえて、くしゃみするといいんですよ。はい、痛いところを押さえる。押さえる。うん。ただ押さえると痛いですけどね、はい。くしゃみが出るときとか、どうしてもしょうがないじゃないですか。咳をするときとか。そう、さっきだからスタッフさんとお昼を食べに行ったんですけど、はい、なぜか気管に何かが入ってそういう時に限ってむせた、うわっていうのを一人でお店で、はい、やってました、はい、これのここを切る、私は胸部外科だったので骨全部切って肺の手術とかするじゃないですか、はい、心臓も。その後の人はこの枕を抱いてそれで咳をしてもらったり、こうね、ここを切って、はい、抑えてもらって、ね、もし僕と同じ境遇の方がいらっしゃいましたら、うん、本当ね、お酒気をつけてください。気をつけてください。お酒と階段は本当に相性悪いですから。相性悪いですよ、はい。ね、そんなところでですけれども、はい、告知がもしございましたら、はい、3月26日はもう24日から行くんですけれども、大阪に行きます。そして男歌ライブがホテルニュー大阪心斎橋で行われます。もう3度目になりますが、こちらでまたライブでね、ピアノの演奏に乗せてお聴きいただきたいと思います。そしてキャンペーンはですね、細かく動きます。姫路に行ったり、宮古ひょうたん山さんの店頭のキャンペーンなども
24日15時30分から入ってたりしますので、ぜひお出かけください。そして3月29日は山口県です。そのまま大阪から流れていきます。山口市の徳佐しだれ桜のライトアップの前で歌います。そちらは17時40分から18時20分と40分間のショーですので、こちらもお越しください。さあ3月、そのくらいで、そんな感じで、はい、まだまだたくさんありますね、イベントありますね、まあ、ちょっとずつ刻んでいこうかなと思ってますけど ね、皆さんが多分、うん、こうライブとか行くときに、はい、お友達を一人連れてきてくれれば、う、ね、もう聞いたことない見たことないよっていう方が嬉しい時もあります、うん、ぜひまた会えたなっていう方とも嬉しい時もあります、はい、ね、たくさんの人がで、この番組を聞いていただけると、うん、そうですね、助かるな、助かる、助かるはないな、特に、ね、助かりますわね、嬉しいです、ね、嬉しいです、はい、別にあの何かに追われて番組をやってるわけではないですからねたくさん聞かれないとお前分かってんだろうみたいなことはないのでどこからもプレッシャーはないですけどす、ね、まあ、あのね、皆さんに喜んでいただけると嬉しいですからね、と、ね、はい、いう感じになっております。はい、ね、でも今日はね、まだ時間があるんです。あるんですよ、はい、だからどうしようかなと思ってるんですけど、いろいろと、はい、いずれあの機材を充実させたいんで、はい、新しい機材がね、どんどんね、そう、増えていきます。今日だって、あれ、カキポンのジンバルは、あ、僕のジンバルここにいますけど、別に僕を取ってもあれなん で、はい、で切ったんですか、スイッチ切れてるんです。なんだ、あの、生きてるのかと思って、アコさんのジンバルだけ今頑張ってアコさんを追っかけてますけど、そうなんです、これね、2台同じジンバルがあるんですよ、うん、この様子私写真を後撮っておくので、はい、あの、それもね、色が3色あったのに結局同じ色にしちゃったんで、どっちかどっちか分からないんですよ。そういえばこれあれだったじゃないですか、この前カラオケ大会の時に、うん、どんな感じなのかとか、はい、詳細が知りたいよってお話をいただいてたので、はい、詳細を後で、うん、後でどこかにどこか上げた方がいいですよね。いいですね。ここ1台目のがあって2台目のがあってというふうに皆さんにお知らせしますね。で、あれでしたよね、うん、最初、うん、僕がジンバルこれを買おうとしてた時には、はい、前職普通に2日後ぐらいに届きますって、はい、そうなんですよ。で、いざそれから1週間もしないで、うん、アコさんが、はい、私もちょっとそれはと思ったら、うん、もうね、3ヶ月待ちになってましたもんね。6月ぐらいでしたよね、はい、来るの。でも同じ黒いのだったら、はい、すぐ来るよっていうことで、はい、じゃあすぐ、もうすぐ欲しいですもんね、うん、そうですよ、3ヶ月も待ってられんわというね、本当なんですよ。なのでこういうジンバルとかも増えてるんですけどね、うん、はい、今ね欲しいのはマイクですね。マイクがね、マイク、このマイク、マイク、もしあの素敵なマイク、僕とスタッフさんで狙ってるマイクが1本5万ちょいするんですよ、はい、うわー、5万ちょい。なので、はい、今あの助けてくれる人がいたら、うん、その人の名前をマイクにつけて毎回誰々何々マイクで収録中ですってなるので、もしあの支援していただきましょうか、そう、手を挙げていただける方がいらっしゃいましたら、はい、アコさんに連絡してください。私に連絡してください。僕でもいいですけどね、はい、本当ですね。とにかく今の機材がちょっとまだ弱いので、うんうん、まあ、弱い、あっち行ったりこっち行ったりしながら今 ね、撮ってもらってて、非常にこうね、編集の時にバチッとこう一つのマイクで決まればやりやすいんだろうなと思うんですけど、一本一本欲しいんで。なるほどね。そうすると、この、はい、今ここで、多分ここって言っても皆さんわかんないんですけど、あの、かなり良いもので音を拾ってはいるんですけど、はい、ここが広く拾っちゃうので、いろんな音を一緒に、はい、そうなんです。拾っちゃうんです。一人ずつのマイクだと音量の調整とかバランスとかができる、はい、もうあのスタッフさん大きくうなずいてらっしゃる、大変だと思うんですよ。かけぽんの声のトーンと私の声のトーンがまたちょっと違うのを一つのね、集音で、うん、あの集めてやってるんで、結構後が大変なので、大変だと思う、あのスタッフさんの編集をね、労力を、本当ですよ、なるべく軽くしたいので、うん、して差し上げたいですね、はい、まあ、そんな話もしつつ、はい、次回、次回期待してほしいですね。はい。は
はい。ということで以上、入山明子でした。かけぽんでした。また次回。入山明子の長く聞いてね。お聞きくださりありがとうございました。今日のボーナストラックは、先日組み立てた入山明子スマホジンバルをいつも一緒、どこでも使っている、そんな様子をご覧ください。あ、これで開始？え、これでもしかして後ろ行くとその大きさとかを。あれ違う。そこだと私が後ろ行ってるから。あ、でもピントは合ってますね。あ、合ってる。これでいいですよ。うん、何の問題もないです。アーティスト名。はい。サイン色紙。ああ、うんうん。人生を変えた一曲。あ、もう困ってる、こんな私の下に行きすぎて。で、行きすぎて困っちゃった時追っかけなくなっちゃうので、うん、そしたらでまたこっちに戻ってくると思うけど、賢い、賢いのがすごいですね。これビデオ、エルがビデオ、はい、でズームはどうやってやるんですか。ズームはねないみたい。ズームはこれで、あ、自分でやるしかない。そうみたい。あるかもしれないですけど、そこまで、うん、コーヒーがいい人。はい、コーヒー。全員コーヒー。全員手がいい。みんなコーヒーだ。コーヒーがいい。で、これ枠からはみ出るともうあの追わなくなるんですよ。誰が、ね、一回出ると。だからこうやってやると認識する。ああ。ジェスチャー。一日遊んでられる。一日遊んでるの、こんなの組み立てるのが楽しくて機械物が大好きだから。ちょっとかけっこい、はい、困っちゃった困っちゃった、はい、こうなると、はい、中島さんパワーやると、いや、顔出ないですよ。顔出ない。パワーやればいいですよ、うん、ならない。どうなるの、パワーどうなるんですか。はいって言わなきゃいけないじゃん。こっち映ったんですよ。宮岡さん、あの今日音響を助けてもらいます。なんか散々僕、ね、本番中に呼ばれした気がしましたけど。今個人でやってる。今あのエレクトリオンすいません、なんかいただくだけでいいかな。大好きでしかないんで申し訳ないです。